ペレットストーブ専門店渋川市ペレットマン群馬です。日に日にというかですね、だんだんあの朝が明るくなってくる時間が早くなってきているなっていうふうに感じています。とはいうものですね、まだあの旧暦でいうところの、まあ、節分とか立春までですね、もう少し時間があるわけでして、まだまだですね、これから寒い日が続きます。風邪をひかないようにご注意いただきたいと思います。まあ、今年はあのインフルエンザが非常に少ないということですけども、コロナがまだ依然として猛威を振るっております。微熱とかですね、咳とかですね、まあ、そういう状況になってきますと、なかなかですね、今はですね、あの厳しい状況に置かれるわけですので、本当にですね、できることをしっかりとやって気をつけていきたいと思います。ペレットストーブメンテナンス申請設置、また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブに関すること、またホワイトペレットに関することで何かございましたら、ベルク渋川店となりペレットマン群馬までお問い合わせください。